そういう稼ぐ力が一つ身についたんで、心的にもゆとりができて、やりたいことをちょっとやっていけてるなっていう感覚はあります。それを生業としなくても、その知識経験っていうのはプラスになるかな。村上幸男と申します。侍さんのフリーランスコースを終えて、まあ、模写コーディングとかワードプレスと学んで、今クラウドソーシングで、まあ、案件獲得の練習をしまして、卒業してからも、まあ、クラウドソーシングで案件を取りながら、まあ、生活しているというところです。もともと自衛官で、まあ、25年間勤務して、まあ、手に職をつけたいというところで、侍さんでプログラミングスキルを身につけたというところになります。プログラミングにしようと思ったきっかけは、やはり働く場所を、まあ、選ばなくていいっていうのと、まあ、もともとちょっと私好きだったんで、プログラミング初期投資もそんなにかからないところからできますんで、まあ、それでプログラミングを選んだっていうところです。最初は独学で始めまして、プロゲートとかから始めてやっていたんですけど、まあ結局案件を取るっていうところが、まあ、なかなかちょっと自分でも自信が持てなくて、まあ、なかなかちょっと手こずってたんですけども、この侍さんのフリーランスコースっていうのにちょっと、まあ、見つけてですね、案件獲得のところをちょっと教えていただこうと思っておりました。やっぱフリーランスに特化したところをちょっと当時探してましたんで、侍さんのところが、まあ、フリーランスコースっていうのがあったので、マンツーマンでしっかり指導していただけるっていうところだったのでいいかなと思ってですね、非常に親身になって相談に乗っていただきたんで、まあ、ここを選んでっていうところですね。金額的に多少やっぱ高いかなとは思ったんですけど、1年間みっちりやってもらえるんであれば、まあ後々、まあ、取り戻せない金額でもないので、まあ、人生の投資といいますか、まあ、高い金額だったんですけど、まあ、そこを納得してやったっていうことですかね。はい。インストラクターの方は、まあ、17年以上やられてる方で、なおかつ、まあ、フリーランスで今活動されてる方なので、その方からいろいろとお話を直接伺えたっていうのは、まあ、非常にプラスだったかなと思います。案件に対して構えすぎずに、まあ、どんどん自分がやれるところをやってって、スキルを上げていくっていう感じだったので、自信を持ってやってもいいんだなっていうのは感じましたですね。はい。まあ、最初の前半で、まあ、基礎的なことをやって、その残りの半年でワードプレスもちょっと、まあ、検索機能だったりとか若干ちょっと難しいところを学んでいったところは、若干やっぱ自分でも難しいかなというところですね。まあ、PHP 書いたりするんですけど、若干複雑だなっていうのは感じました。自分でまずはしっかりと調べて、どうしても自分では難しいところはやっぱりインストラクターの方に聞いてやっていたっていうところですかね。まあ、それのおかげで、まあ、案件来ても問題解決能力って言いますか、慣れてきたかなっていうところですかね。はい。そうですね、在学中から積極的に、まあ、フリーランスコースなんで、最初のその基礎的な模写コーディングとかまで終わったら、ノーコードツール学んだ後はもうポートフォリオを作って、もうすぐにクラウドソーシングで案件獲得の方法をやっていきましたですね。チャレンジしていきましたですね。全部で8件だったんですかね。はい。で、約20万ぐらいは、受講期間中に稼ぐことができたです。1件目が取れると、やっぱあとは結構取れていくんで、意外と稼げるもんなんだなっていうのが、正直なところです。こういう稼ぐ力が一つ身についたんで、心的にもゆとりができて、いろいろ今、ちょっと他の資格もいろいろ取ろうとしてるんですけど、やりたいことをちょっとやっていって、受けてるなっていう感覚はあります。自衛隊って定年が早いんで、少なくともそういう定年後何しようっていう思ってらっしゃる方はいっぱいいると思いますんで、手に職つけたいなっていう方がいらっしゃるんだったら、なおさらこれは一つありなのかなっていう技術ですね。プログラミングの技術ですね。最終的にそのエンジニアにならなくても
ウェブ広告だったりとか、詳しくなれば別に全く違う、例えばカフェとかやったとしても自分で広告作れるので、ここで学んだ技術っていうのは無駄にならないと思いますね。自分でやっぱホームページとか作れるんで、ご自身で、まあ、何十万かぐらいのホームページは、おそらくこれを卒業したら作れるようになってるはずなんで、それをなりわいとしなくても、その知識、経験っていうのはプラスになるかなと。まずはお話を聞くだけでもいろいろとアドバイスしていただけるんで、まずはちょっと連絡してもらって、そこで自分で会うってなれば始めてもらえればいいのかなと思いますし、結構そのインストラクターの方が親身になって教えていただけるんで、全然心配はいらないかなと思います。ぜひ勇気を持って、プログラミングのスキルはいろいろ使えるんで学んでいってもらったらいいかなと思います。はい。